はいどうもルリタマーです。というわけで今回はマーラサイ、相方がメッサーラ、相手がデナメスとビダール、あーでアップデート前です。アップデート後がねできるのが来年になりそうなんだよね。だから1月の3日4日どこあたりだろう、まああたりまではちょっと在庫を使っていこうかなと。だからビダールがまだあれだね、リフレッシュ前っすね。ちゅうわけでまあ変更点、耐久が40上がりました。620から660へで機動力アップで、下サブの重厚補正強化されたっぽいで、特殊射撃リロード時間を短縮15秒から6秒、振り向き削除はまあ共通修正、すごいねこれ15秒から6秒になったんだすごいねで、特殊格闘格闘派生のキックかな、ヒット前に特殊射撃のキャンセルルート追加、これあったんだ知らなかった。サーベル投げからキャンセルあるのは知ってたけど、まあでもあんまりつかなかったかな。どっちしろ二次性挟みたいしね。で、覚醒技新規武装で乱舞格闘が増えました。これね乱舞格闘ね、なんかメインからキック、なんかサーベル投げキックって当てちゃってそこでダウンすること多かったからあんまり当てれなかった。まあでもなんか乱舞格闘あるのいいよね。なんかメイン一発サーベル1キックからダウン値余ってて覚醒技でダメージ伸ばせるようになったのはいいと思う。で、前までの覚醒技が下覚醒技、勝者だね、が下覚醒技になりましたよといった感じでしょうかね。まあマラサイ、まあ本当に真ん中って感じかな。なんかね打つ球とかは別に普通なんだけど、まあいつでも弾幕負けるのとかはいいんだけど、なんかね当たらない時にがね難しいんだよね。自己主張するときは特格格闘合わせのキックあるじゃんって思うかもしんないんだけどね、あれねよっしゃ自分から行くぜってなったとき結構あれなのよね、頼りないんだよね。なんかサーベル投げの部分で下がっちゃうからだとは思うんだけどね、サーベル投げの部分でちょっと後ろ下がってからキックする分、相手がちゃんと逃げてるよっていうときは追いつかないときの方が多いから、なんかそこら辺が難しいかな。ちまちまやってるとね相方が死んでしまうというか、で自分からよっしゃ行くぜってダブルどうにかなりますかって言ったらならないみたいな、なんかそこら辺ちょっとなんかねちょっとだけ足んね、ちょっとだけ。でビームライフル4発でダウンなのもねちょっとね、でもねフェダインライフルの追撃案外間に合ったりするんだよね。あ弾当たんねえからフェダイン N サブ仕込んどこうみたいなところとかもあるから、まあそこはあんまり気にならなかったっちゃならなかったかな。まあなんか上から被せてメイン連射してて3発しか当たらなくてダウン取れなくて確定反撃もらいましたみたいなのがあると、なんかこの野郎って思う時あるけど、まあ、あんまりそこは気にならなかったな。で、まあ2戦目相方がレックス、ルプスレックス、相手がザカメとメッサーラっちゅうわけで、まあマラサイ真ん中だよな。オリテクとかいっぱいあっていいんだけどね。でこういう時とかさ、でも弾打っちゃってて邪魔しちゃうんだよね。もう打っちゃってること多いのよ、メインちょこ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 っつって。マラサイね硬いんで、硬い弾が微妙硬いみたいな、なんか攻めるのがむずいね、どうしてもね。ビームライフルしかないって言えばビームライフルしかないからね。まあでも下サブちょっと強くなったっぽいからね。下サブね狙いなくはないんだよね、悪くない。こういうメインいっぱい打てる、弾幕いっぱい打てるキャラの中の勝者だとまあ強めな勝者だと思う。あと格闘シーンスのマラサイくん、このなんだっけ、カプリチョーザなんだっけ、ないなんか呼ぶじゃんな、こいつはね、やっぱ追従アシストでビーム打ってくれるアシストっていうのはどっかで絶対引っかかるあ GX ビットが証明してるから、そういうのGX ビットくんが証明してるから、まあ、ここら辺は強い。このアシストは強い。格闘 CS の。おー、弾幕はすっごい。まあ、いつか当たるよね。いつか当たる弾幕をいつでも撒いてるみたいな感じ。ポンポコポンポコ。アルメスタル自分のミサイルで爆発して死んだ今。なんか悲しいものを目撃したような気がする。木星帰りは天才が自爆した。フェダイン。ああ、やっぱ発生早いよな。発生早くて重厚もちょっと強めだから、まあ、悪くはない勝者なんだよな。押し付ける系の感じではないけどね。覚醒入ってサブから特格とかもあるのもいいよね。やっぱオリテクの中継とかに挟めるのは便利だよな、このサーベル投げ。サーベルからキック、ライダーキック、ライダーキック強え。でもなんかもうずっとこれでさ食ってきてたから、もうみんな見慣れてるよね、さすがに。メインポンポコポンポコちょっと邪魔しちゃったけど、邪魔すること多いんだよな、こいつな。メインポンポコポンポコ。ライダーキック当たりそうだけど、勝者はなんか、自己当たりしちゃって、あいって感じ。まあ、一回落ちたいっすね。落ちたら、相方も被弾者覚醒溜まりそうなんで、無理やり、ブー角、横角、ねじ込んで、オバヒ、メインからライダーキックいいね。
ライダーキックもね、相手から来てくれる分には強いんだけどな、自分から行かなくちゃいけないときはちょっとな、なんか、前に行きながらサーベル投げれたらね、攻めるのもできそうだけどね、前特角とかあったらいいのにな。交代しないでさ、前動きながらサーベル投げて、キック行けたら、ちょっとそこら辺の自己主張も簡単なんだけど。というわけで3戦目かな、相方が、あ、逆でやきゃにゃんがんが、相方がニオガンダム。相手がピーストとルプス、レックス。尻尾から横角出し切り、メイン尻尾かな、メイン尻尾から横角出し切り、多分尻尾から横角出し切りってダウンチャー余るよ。アイザック、そう、近距離はちょっと強いんだよな、ちょっと近めのところは強い。 N なんかレバ入れのハイザックくん、距離遠いとすぐ消えちゃうからそこは注意っすね。いいね、降り手が強いライダーキック、前角追撃ちょっと早くて取れなかった。サブとかでよかったかな。いて横サブからアグディバカ減った。アグリの追撃70くらい減ったんだけど、すげえな、200くらい減ってんのか、あれもしかして。このマシンガンアシストも結構強いんだよね。なんか俺特化けとかからの中継でアシスト使って降りることが多いからさ、基本みんなレバー入れになっちゃって、 N アシストもこれちょっと強いんだよな。誘導切られない限りマジで強い。あれ弾幕もいい感じだしね。でマシンガンにしても結構弾も太いんだよな、悪くはない。ハイザクはどっちも強いね。これで6秒アシストらしいからね。うん。15秒から6秒だから6秒アシストっぽいんだよね。メイン連射で迎撃し、相方が F 角入ってくれたおかげで、ここ長めにガードできたんで、被弾しなくて済んだと。F 角吐きたいけど、どうすかね。主張しながら、ここ吐いてもよかったっぽいけどな、1対2になったから、と思ったけど、相方が取ってくれまして、ここピース行きたかったけど、ここ被弾しちゃったんで、F 角吐けるかどうかゲーミング、まあ、吐けないっすね。吐いて、落ちちゃったら負け筋俺になっちゃうんで、でもここ相方減っても大丈夫なんで一回離脱しましょう。サーベル投げは迎撃に強いんですよ。そう、サーベル投げね、交代するおかげでね、そう、迎撃とかは強いんだよな。交代するおかげでね、ちょっと後ろ下がるだけでも強いからね、こういうのは。サーベル投げからハイザック当たって覚醒吐かせました。俺も覚醒吐きに行くでしょう。俺あっちタウンズなんだ、誰がなんと言うともタウンズなんだ。メインが噛み合っていい感じ。そう、迎撃は強いんだよな。なんか、相手から来てくれる分には本当に強いんだよな。だから、メインをちょこ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 当てれると、相手から、ああ、もう、はい、あいつうぜえつって、バラセうぜえからぶっ殺しに行くわっていう相手では迎撃できるんだけどね。というわけで、ラスト、相方が RK、相手がビダールと、なんじゃろうな、X2。中アッケーだよね。まあ、20の中だと、まあ、普通なんだよな。難しい操作はあんまりないからね、こいつもね。操作ないけど強いか弱いかでやれたらまたね、お茶を濁す感じにはなっちゃうよね。ビームライフルポンポコポンポコ打ってて仕事してる感じはあるんだけどね。格闘機とかとも組みにくいっちゃ組みにくいんだよな。なんかね、ビームライフル連射しすぎちゃって邪魔することが多いからな。ライダーキックでちょっと圧かけるから相手めちゃくちゃ冷静冷静にサブ狙われちゃって、ちょっとどっちも触れてないの痛いなこれな。どっちもビダールかまっちゃってると X2 がマジで弾強いんで、フェダーインが起き当たってっていい感じ。マントは剥がせたんで、一回マントにちょこ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 されるのはなくなったでしょう。ここで噛みつきやすくなったけど、サーベル投げから入っちゃったせいで発生遅くて取れなかった。メインとか照射とかも良かったかもしんないけど、相方が前とく当てて隠されて俺のメインで邪魔しちゃった。あれビダールサクッとダウン取ってビダールにフルコン行くかなと思ったから。X2 に弾打っちゃったけど、相方に任せてよかったな。X2 取れそうだけど、まあ、取れませんでした。ここ見といたら取れそうだったけど、目離しちゃった。相方が一回落ちてって。ちょっと状況的にはまずいっすね。相方の減り具合見て、俺もう無視されるコースに入ってると思うんで、相方が減ったら、相方もう一回でもいいのかなといった感じっすけど。X2 取りてえけど、フェダインちょっと遅かったね、判断が。まあ、ここはもう、アルケに任せましょう、ビダールは。俺は X2 に弾を任せないようにするだけでいいんで。で、ビダールが来た時は、特角連打とかでお願いしながら迎撃かなって感じ。ちょっとサーベルだけ噛み合わなかった。ここもダウン取れますか？攻め系っぽくなっていい感じで減らせた。いいっすね。アルケが来てくれて、一緒に取ってって。これ、アルケが439で覚醒溜まってて、俺も341で覚醒あるんで、アルケの覚醒の方が多分壊しやすいと思うんで、これ、アルケ行っちゃったっけ確か。アルケが行ったような気がする。
そうだ、アルケの覚醒入ったんで、これは俺もう一回下がっちゃって、アルケの覚醒をもう一回吐かせるプランの方がいいでしょう。ちょっと上で頂上決戦やってて、メインが一回かすりました。ビダールが俺の方に来るとちょっとまずいんで、特格連打からおばひの着地を覚醒でケアして、これで俺の覚醒はなくなったけど、まあまあビダールも次覚醒溜まるかどうか微妙なところなんで、これで多分溜まんなくなったかな。 X2 の C 格撃墜ボーナス込みだと溜まりそうだけど、あ、これでもう完全溜まんなくなったっぽいね。溜まんなくなったっぽいんで、次のアルケの覚醒でぶっ壊すプランになるでしょうと思ったら、タイムアップがちょっときついんだけど、俺ダインスリーブもらっちゃってちょっとまずいんですけど、助けてください。胸に刺さってます。相方が落ちて覚醒溜まっている。これスコア有利、スコア不利が出てるのか。そう、スコア不利出てて、これ X2 落とせればアルケが覚醒吐いて覚醒回数で勝てそうなんで、これは全力でどっちもかが X2 を落としに行くんだけど、ビダールでも良くなったけど、ゲロビの追撃が来たら死ぬけどセーフ。ここ一回でもダウン追撃くらいもらいたかったな。覚醒溜まりそうだったね。ここで X2 を落とせたんで、多分スコア有利取れてるんで、こっちはもう逃げるだけでもいいでしょう。ここで確かね、俺ね、生意気なことするんだよな。生意気なことしなかったっけ、なんかね、しなかった。マシンガンちょいかすりで覚醒だけ溜めて、覚醒吐いて確実に勝とうとしたんだけど、もうこれで勝ってるからいいやって感じだったね。これ X2 を落とせたから多分スコア勝ち。あとはアルケの覚醒が3回回せたからスコア勝ちだね。ちゅうわけでマラサイでした。まあ、使いやすい。弱くはない。迎撃は強め。でも撃つ球がな、普通すぎるっていうのがまあ弱点かな。マラサイはいつもそんな感じだよね。まあ、嫌がらせはできるよね。足止める系の武装が多い相手にずっと自分が安全圏で弾撒いてるときは生を実感するよね、このキャラ。そういうときはめちゃくちゃ楽しい。キックでの自己主張もしたいけどな、まあ難しいよな。さすがにみんな慣れすぎてなかなか当たってくれへん。で、足速くなったってのはちょっと足足らないんだよな、やっぱな。そこら辺が難しいっちゃ難しいよ。ちゅうわけでよかったらチャンネル登録と高評価とかしてくれるとすごい嬉しいです。それではまたお会いいたしましょう。またね。